はい、今回やっとですねやっと実装されましたね、進化を遂げた攻撃の悪魔将軍っていうことで、まあまずはね友情と、必殺技をね紹介していきたいと思います。まあ見た感じね、あれですよね、3周年のソルジャーと一緒なんですけど、まあ、デバフ効果がない分ね、切った後にね、爆発ダメージが追加されるっていう、そんな感じですね。はい。ちょっと最悪の場所にいるんで撃ちますけどまあ貴族性かつ正義超人のキラーになってるこのロビンにちょっと行きましょうかね。だいたい17万食らわせましたね。はい、今回はですね、進化を遂げた攻撃の悪魔将軍ってことで、やっと実装されたって感じですね。待ちに待ったって感じなんだけどね。うん。まあちょっとね、性能確認するとね、ステータスは HP ちょっと高めかな。ちょっとで結構高いね。うん。で、攻撃力もちょっと高めって感じですね。アビリティはね、エメラルド将軍とほぼ一緒で、こっちは炎ロープ耐性ですね。あとは火山耐性、全属性耐性中、正義超人キラー中、筋肉属キラー中のオリジンキラー中ってことですね。まあ反射は一緒ですね。で、ただね、友情アタックと必殺技はエメラルド将軍とは全く違うものが実装されていて、赤き斬撃。これが、いわゆる3周年ソルジャーとかパイレットマンが使ってるやつと、まあ、ほぼ一緒ですね。ただ、こっちはね、デバフ効果なくて、その代わり切った後にね、爆発して追加ダメージ与えるっていう風になってますね。爆発した分、範囲が広いのかもしれないですけど、ちょっとその辺ね、少し検証してみるかの、必要があります、ちょっと。うん。で、あとは必殺技はこれターゲット式で、で、まあ、パワーダウンが2ターンってことで、結構広範囲巻き込むんでね、そういう点ではエメラルド将軍の必殺技よりも使い勝手がいいのかもしれないですね。貴族性のね、キラー対象に対してはだいたい17万あたり食らわせてましたね。まあ、そんな感じなんでね。で、あとまあやっぱり適性といえば、大体、そう、激臭シルバーとか、チケット猛襲のサイカマン。あ、まあ、この二つのクエストって適正ダブりますからね、結構。あと、まあ、結構他にも連れてけそうですね。ちなみに今、九州でやってるところ、半蔵のとこも行けますね。はい。まあ、いろんなとこ連れてけると思うんでね、今後もちょっとね、使っていきたいですね。イラストがなんせかっこいいということで、ちなみにね、これ、ちょっと星5もかっこいいっすよね。マントつけた感じのね、星5の絵も好きですね。今回、悪魔将軍。っていうことでね、まあ、ね、やっとね、来てくれたってことでね、今後もちょっと使っていこうかなと思います。では、このあたりで終わろうと思います。ご視聴いただき、ありがとうございました。